はい、どうも、4名さんいらっしゃい。配信やってるよ。と飲むわ。マセヤン、ありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。いらっしゃい、楽しんでって。マセヤン、バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。ありがとう。バーガー3つありがとう。まゆちゃんこんばんは。楽しんでて。ワドツです。どうも。こんばんは。
ジュピターさんこんばんは。質問、デザリングをする場合、携帯屋に iPad とパソコン、iPhone 全部持っていかないとダメなんですか？だね。すげえ質問だな。デザリングっていうのは自分でやるもんですね。まず、携帯屋に持ってく必要はない。自分で設定をしないとダメ。ジュピターさんこんばんは。携帯屋さんが設定してくれるっていうわけじゃないよ。この後サメ島さんの家に行く。朝方ね。わからない場合してくんないと思うな、多分な。やってくれないね。多分自分でやってくださいって言われると思う。多分ね。教えてよ。教えて。そのパソコンとか見ないとわからない、実際は。実際見てみないとわかんないから断る、お断りします。はい、すいませんが、申し訳ないが、多分ね、身近にいるそのデザリングとかに詳しい人に聞いた方が絶対早い。放送とかでは無理。ネットで調べたら出てくるよ。ツイッターとかでデザリングのやり方聞いた方がいいか、やった方がいいよ。自分で。ないとネットに疎いままになるから。設定だよね。ただちょっとややこしいんだよね。パソコン側と携帯側両方とも設定しないといけないから。闇将軍が消えた。よかった。まあ、朗報だよね。闇将軍いなくなったのは朗報だよね。なんか彼女できたらしいね、ツイッター見たら。彼女から手編みのマフラープレゼントされたって言って。どうでもいいツイート内容だったよ。どうでもいいなって。彼女いるアピール、うぜえと思った。ワード2、寝てないの小田さん。
寝てないんだ。昼夜逆転だね。俺は寝ないで鮫島さんのところ行くよ今日は。うん、あ消えたんだ。へえ、うん。44名さんいらっしゃい。2日放送寝ないままに、ん ?2 日放送寝ないままに放送していました。ごめん、日本語わかんねえわ。うん、何言ってるか全然わかんない。2日放送寝ないままに放送してた。日本語おかしいでしょ。どうなってんのよ。全然伝わらないよ。全然伝わらない。全然何言ってるかわかんない。花火ありがとうございます。花火ありがとう、マロンさん。よっしゃ、行くか。花火いただきました。マロンさん、花火ありがとうございます。ないで2日もすげえな、うん、昔はね俺も1ヶ月間ぐらい放送ぶん回してたけど、体に悪いよね。ダンベルに変わってますよ。足はもうこれ以上やっても効かないっていうことを気づいて、リスナーからクレームが来たの。面白くない、より負荷のかかるものにしました、うん、スクワットは効かないです。バッチバチに鍛え上げてるんで。伸びたな、揃おうかな。結構体強くなってますね、放送で。腕もやっと筋肉痛が抜けたかな。この前60回ぐらいさせられて、うん、かなりきつかったよ、うん、かなりきつかったね。今ダンベルしてサメちゃんのところ行くのにきつくならない。なりますよ。なりますよ。でもやるんすよ。なります、なります。
いや、ゴラゴラ凸っていうか、あいつやってること間違えてるか、普通に間違えてるって言っただけなんだけど、別にオラついてないよ。うん、今がいいね。もう、いくらでも、もう、花火は打ちたい時に打ってもらいたいですね。今でしょ。あいつが間違えてるだけですよ。間違ったことやってるから、クリスマスツリーありがとうございます。クリスマスツリーありがとうございます。クリスマスツリーはね、ちょっと、多めにやるんで、30回やります。花火だから35。ありがとうございます、小谷さん。ありがとう。35か。ちょっと待ってよ。セッティングするわ。はい、どうも、いらっしゃい。違うよ。30回、40回だ。40回。すいません。なんかミキサーがバグっちゃって、一回枠取り直しました。すいません。ワトツでーす。帰ってきました。リスナーさんが集まったから、40回分やります。TMT になってた？あ、そうだった。ごめんごめん。あ、バグっちゃったんだよね、パソコンが。ぶっ壊れてっからさ、パソコン。はい、私、あ、小台さん帰ってきた。ごめんごめん。なんか、ミキサーガチャンってぶつけたらなんか壊れちゃってさ。すいません。今から40回やります。パソコン再起動してきました。よし。やるか。よし。よし、じゃあやりましょう。小台さん、クリスマスツリー一発。それから、花火2発ありがとうございます。行きます。40回。あー、配線がうぜえ。配線がうぜえ。ちょっと待って。ダンベル配信向きじゃねえな。行きます。Facebook、あ、了解、後で返しておくね。よし。カメラのね、遠近感が難しいんだ。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、きつ、23、香川さん男前だね。24、25、きつい。26、27、28、29、30。クリスマスツリー分終わり。花火分やります。1、2、3、4、左が、5、6、7、8、くぅ、ごめん。9、うぅ、あかれ、10。小台さん、ありがとうございます。左手がきつい。そうなんだよ。それがあるんだよ。左手がね、きついんだよ。ああ。
あーきつい。腕これめちゃめちゃマッチョになるよこれ。先月1800回スクワットやったんだよ。香川さんすごい面白い配信あった、おばあちゃんに人打つな。いや香川さん面白いよ普通に。キャリアも長いし大手だしね。お疲れ、ジュピターいらっしゃい。腕、みんながこの腕を太くしていくから見ておいてね。多分ね数ヶ月後だいぶ変わるから。全然細い細いじゃん。反対です、細い細いじゃん。これがバッキバキの腕に変わるから。はい、香川プロの宣伝やめてください。ちょいちょい広告入れないでください。香川さんからギャラもらってもいいよな。彼女は香川のガチ囲いです。ティロってます。コーヒー買ってきていい？ちょっとコーヒー買ってくるわ、疲れた。のったなんかジュースいる？コーヒー買ってくるわ。ただいま。霧がかかってなんか見えない。なんかこの部屋曇ってない？この部屋曇ってるな。なんだろう。前が見えないな。KP。タイマーマイブ。KP。メガネが曇ってんのか。メガネが曇ってんのか。この部屋加湿器焚いてるからね。あ、治ってきた。その発想はなかったわ。その発想はなかったな。鼻かむわ。37はフォローできないババアだね。
30なの全然若いじゃんとか、あのお世辞にも言えないぐらいババアだね。ババアとして頑張って誇りを持って生きてください。僕はババア嫌いじゃないですよ。ただ若作りしないこと、もう30超えて若作りするのはダメ。もうババアとしてあの成功法を極めてください。うるさいじゃないよ。ババアはババアだから。ババアはババア。で、和道リスナーはほとんどババアとジジイだから。うちのコンテンツ、この和道っていう放送のコンテンツを支えてるのは主にババアだから。ババア受けいいんだよ、俺。え？のんたはババアだよ。のんたはさ、47だからクソババアだよ。いや、全員全員。うちは年齢層高いの、リスナーは。もともと高いの、俺の放送は。ババアに愛されてるから。メリークリスマス。みほちゃんいらっしゃい。何このタバコ。え、不良品入ってた。え、生まれて初めてなんだけど。タバコの紙がこんなんになってるんだけど。こんなのある？俺生まれて初めてなんだけど、タバコが不良品。手作りなのかな？え、だって髪がこんなになってんだよ。ババアが唾で巻いてんの？ババアが唾で巻いてんのこれ。え、ババアが巻いてんのこれ。何これ？髪が不良品なんだけど。髪の裁断ミスだ。髪の裁断ミスでくるまっちゃったんだ。不良品初めて見た。不良品のタバコって初めて見たな。俺長く吸ってるけど。おお、ハッチいらっしゃい。仕事前にいらっしゃい。クリスマス楽しんでよ。やかましい。うん。違うんだよ。ババアはね、そのなんつうんだろうな。そのババアがね、若く見せようっつうのは一番ねダメだから。ババアが、そう、若作りする。おお、筋トレありがとうございます。ハッチさん、クリスマスツリーありがとうございます。やべえな、今日。30回。マジかよ。もうさっきので限界だったのに。ありがとう。マジか、今日やべえぞ。そっか、ラストなのか、アイテム。さっき40回やったので、続きやります。今日やばいかもしんねえ。第2弾だね、これ。いや、マジでね、左手が結構悲鳴上げてんだよね。ていうか、マジで腕バッキバキになると思うよ、これ。スクワットはほら見えないじゃん。スクワット見えないけど、腕見えるからね。よし。いきます、30回。1回。2回。3回、肌のお手入れとか必要だね。4回。5回。6回。7回。8回。9回。10回。11回。12回。左がきつい。13回、14回、15回、16回、17回、18回、19回、20回、21回。22回。左がきつくなってきた。23回。年齢気にしすぎ、前。24回。25回。26回。27回。28回、29回、
30あげろ。ハチさんありがとうございます。ありがとう。うん、またね。仕事頑張ってね、ハチ。よいしょ。ういいや、年齢気にしすぎだって。いや、綺麗な人は綺麗だし、年いってても、うん、全然その美しい年の取り方しないと。うん、綺麗な人は綺麗だから。年齢じゃないよ、女は。男もそうだけど。うん。おう、カズさんどうも。そうっすよ。ごめんなさい、カズさん。一応さ、ノンタンとも話し合って、で、ツイッターだけでも報告しないとと思って、ほんと申し訳ない。楽しみに、ね、せっかくリアトしてくれるって言ったのに。ごめんなさいね。ヘルツどうでした？よかったっすか？ヘルツって何？カズさんは俺きっかけでヘルツ行こうかなと思ってくれたの。ヘルツは。それとも昔から注目してたり、お客さんだったの？なんか、その、俺きっかけでもしヘルツ行ってくれたんだ、すげえ嬉しいなと思って。うん。なんか、自分が推してる店とか、きっかけで行ってくれたらすごいなんかいいなと思う。可愛い人も可愛い、40手前もいる。全然いるよ。うん。全然いる、全然いる。年齢じゃないよ、本当に。うわ、腕すげえビルドアップしてる。パンパン。すげえビルドアップしてる今。あ、なんか買いました？あ、俺きっかけだったんだ。嬉しい。すげえ。超パンパン。すげえ、1センチぐらい太くなってるよ。ほら。すごい。これめちゃめちゃ鍛えられるわ。ここね、3日くらいずっと筋肉痛だったんだよね。闇将軍みたいにならないよ。ていうか闇将軍でもともと俺の過去の配信のスタイルパクってああいう放送になってたんだもん。あ、なるよ。1センチぐらいはすぐに筋肉って膨らむんだよ。それは、バンプアップとかビルドアップっていう技法で、なんつうんだろうな。血管を収縮させて筋肉に血を貯めると、ブワッて膨らむんだよ。だからボディービルダーとかって、その、大会前とかすごいこうやってやるんで、ぐーってやって。でかくすんの、こうやってぐーって。そう。スポーツ選手とかもよくやるよ。バンプアップとかビルドアップって言って。うん。だから、バンドやってた時は、ボーカルの体鍛えてる人とかは、ライブ前とかこうやって筋トレやって、見せる体作ってから、なんつうの、ステージ上がるとか、そういう人もいる。1センチぐらいはすぐでかくなるよ。キャメルの仕事用のバッグ。おー、いいっすね、いいっすね。キャメル可愛いっすよね。うん。Kさんのモノマネして太鼓してた。あー、香川さんね。なんで急に、さっきまで香川さんだったのに急に Kさんになるんだ。初めて知った？え、筋トレとかやったことないの？みんな。筋トレやったら太くなんじゃん。すぐに。それはでもあれだよ。すぐに収まっていくんだよ。徐々にすぐしぼんでいくんだけど、瞬間的にはでかくなるよ。それはね、グラップラーバキ読んでたらわかるはずだ。マウント飛ばっていう選手が、こう、全身バンプアップって言って、そう、体を一回りでかくするっていうスクワットやるんだよ。香川言わないで。違う、それ彼女に言ったのよ。彼女がティルフィナーレ香川って、やってたから。彼女に宣伝しないでくださいって言ったの。ねえねえねえ、彼女に言ったんだよ。まゆちゃんに言ったんじゃないよ。だから、ほら、まゆちゃんがそういうこと言うから。ほら、始まった。はい、香川プロ。はい、タオル買ってください。3500円です。3枚セットで1万円です。お願いします。僕の彼女は香川さんにメロメロなんで。香川さんのオナペットだからね。複雑な心境だわ。そう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 。いや、全然謝んなくていいけど。
でもあれだよな、腕太くなったらまあかっこいいもんな。男は、男は全然ね、腕太くて嫌だっていう女の人ともいないでしょ。うん、丸太みたいな腕作るか、配信で。飲んだら釈迦が遊んでって言ってるからちょっと出してあげて。うん、足は今やばいよ。ちょっと見せらんないんだけど、本当に足はアスリートだよ今。足っていうか太もも。彼女たまに YouTube とか俺の Twitter とか見たら顔出てるよ普通に。うん、彼女は別に配信者じゃないから。でも俺腕が長いんだよな。腕めちゃめちゃ長いんだよ。だからね、多分太くならないと思う。あんまり。その腕短い方が太くなるんだよ。腕長いんだよ、俺。リーチめちゃめちゃ長いの。45名さんいらっしゃい。出たかんない。珍しいね。遊んで遊んでって言ってたわけだ。いや、これ遊んで遊んでだよ。暗いからだと思う。指こうやって引っ掛けてみて。なんか、こうやって。こうやってやってみて。こんな感じか。うん。ムキムキになったら、服選び。いや、だと俺 T シャツしか買ってないもん、もう。俺もう、おしゃれすんのがバカらしくなって、服選ぶ時間と。なんかもう服は、もう無印の T シャツしか買ってない。だから、いつもこの服でしょ。シャックムキムキなんだ。知らなかった。体鍛えてんだあいつ、うん、ドラゴンボールみたいになりたいよね。肩幅もつけたいし。ここってどうやったらつくんだろう、肩って。シャカおいで、シャシャおいで、シャカシャカおいで、シャカシャカ、それカメラだから。ね。はい、こんばんは。シャンマユさんいらっしゃい。シャックン TM に似てる ?TM が誰だかわかんないわ。誰 TM って。TM? 聞いたことないな。誰だろう TM って。村真子こと TM っていうの。遊びたいんじゃなかったの、シャカ。シャカ。せっかく外出たのに。止まってるだけじゃん、パソコンのモニターに。TM レボリューション、似てるか?TM レボリューションのこと TM って言うの?俺初めてそんな略し方する人出会ったんだけど。TM って言わなくね?でも TM レボリューションってすごいネーミングセンスだよね。西川貴則だっけ?本当は。もともとバンドだったんだっけ ?TM レボリューションって。釈迦はね、スズメぐらいの大きさだね。スズメぐらいの大きさ。これくらい。タバコ、スズメよ、いや、スズメと同じくらいだよ。うん。スズメぐらいの大きさ。美人だね。さあ。ん?
もっとでかいと思ってた？茶がちっちゃいもんね。あー、またハゲてる。別の部分ハゲてんじゃん。なんだ？女の子なのに。女の子だよ、茶は。男じゃない。ねえ、さ。闇の頭でうんこしたり、したりなさり。綺麗好きなんだよね。お前さ、外に出て飛び回るのが普通なんだよ。なんで飛ばないの？せっかく外出たのに。ずっと止まってるだけなんだもん。部屋の中いんのと一緒なんだよ。でさ、せっかく外出たんだからさ、YouTube のさ、動画とか見たらみんな飛んでるよ。なんでインドアなの？運動しなさいよ、ちょっと。飼い主にそっくりなの。そうそう、リスナーさんでもね、釈迦見て文鳥飼いたくなって、今2ヶ月ぐらいのヒナから飼ってる人もいるよ。結構文鳥リスナーさん多い。超可愛いよ。釈迦、こっちは。こっち。釈迦、こっちは。こっち。今日やんないの？彼女は3歳だね。あ、彼女 ?47。さっき言ったじゃん。47。え、っていうか、釈迦ハゲすぎじゃない？ちょっと。そんなことないか。あ、そんなことないか。肉がちょっと見えてるだけか。びっくりしたわ。年上だよ。俺年上の方が好きだもん。年下の女の子はダメ。鳥ハゲるよ。ハゲるっていうか羽の生え変わりが結構激しいんだよね。一気にさ、年に一回バーって抜けるんだけど、それ終わったはずなんだけどね、生えないところが結構あるんだよ。何なんだろう。お腹のところ、まあ、子供の頃からここずっとハゲてたんだよね。多分遺伝的に生えづらいんだと思う。この部分が。話が合わない。そうだね。年上の女の人じゃないと話が合わないね。まず。大前提として。だから年下の女があんまり好きじゃない。若い女が好きじゃないよ、俺。なんか、俺はなんか新品のフェラーリよりも骨董品が好きなタイプだから。骨董品の茶碗とかがいいと思うタイプだから。さあ、ちょっと飛びなさいよ。いや、なんで怒んのよ。なんで怒ったの？さあ。激怒じゃん。さあ。おいで。さあ、じゃあ怒ってないから。なんで怒ってんのよ。痛い痛い痛い。外遊んでおいで、ほら。骨董屋だったの、めちゃめちゃ怒られたわ、さかに。なんで飼ってる、飼い主に、飼い猫に手を噛まれた。全然いい人だよ。あの放送のキャラクターでしょ。ジッポね、リスナーさんからのプレゼントで、リスナーさんもみんなね、お揃いにしてるんだけど、
これね、ジャックダニエルだね、ジッポ。これリスナーさんからのプレゼントだ。で、みんな色違いのジッポ買って、和道とお揃いって言って。だからリスナーさん何でも真似するんだよね。うん、俺が使ってんのみんな欲しがるんだよ。ジッポの技なんかできるのあったかな？昔できたんだけどね。さあ、いろんな技があるんだよ。こう開け方、付け方ね。ホストの頃できたけどな、ジッポ遊び。あれ、できなくなってきた。こういう、こう拳銃みたいにこうやってやって、ってやって、こう、あれ、できないわ。こう、やってます、こう。ほとんど台本っていうかエンターテイナーだよ、サメちゃんは。サメ島さんはエンターテイナーって感じ。全然いい人だよ。これ結構簡単だよ、ジッポは。この、ジッポってこうやって普通にこうやって持つじゃん。こう開けてこうやってつけるじゃん。そうじゃなくて、こう拳銃みたいに蓋の部分の上のところをこうやってつまむの。こうやって。で、ここのケツの部分を引っ掛けるの、ここの肉に。で、これをグッて押すと、くるんって回転するんだけど、こうやって。で、こうやって回して、こう。これを素早くやるんだよ。こう持って、できるかな？こうやってやって。こういうのが流行ったんだよ、昔。うん、あと、簡単なのは、え？簡単なのは、こうやって二つでこう持つの。こうやって握るんだけど、こうやって、こう、ピンって弾くの。で、こうやってやるっていう。今オイル入ってないから付きが悪いからあれだけど、こうやってやるとつくっていう、こういうのがいっぱいあんの。あ、それもあるね。それポピュラーで、それ難しいんだよね。でもそれ硬いから無理だと思うよ、うん、怪我すんなよ。無理だったでしょ。あのね、バネを軽くしないといけないんだよね、うん、ジッポはだけどね、やっぱ突きがいいよ。どんなに風が強くても突くもん。ジッポはほら軍隊が採用してただけあって、もともと何軍だっけ、アメリカ軍が採用してたんだっけ。軍御用達のメーカーなんだよね。シンプルな作りだけど、ジッポは高級ライターとはちょっと違うけど、まあいいおもちゃだよね。愛着が湧くおもちゃって感じだし、いい感じですよ。クルーズからサメちゃんから、サメ、え？クルーズから金ちゃんから、キラミ入ってきた子であるけど、人の名前使う人いてるが、ごめん、日本語がわからない。日本語がめちゃくちゃ、眉。クルーズから、金ちゃんから、クルーズから金ちゃんからの時点で俺ダメだわ、もう。蓋の音は、俺はカルティエが好き。重さもカルティエが好きだね。カルティエのライターが多分、俺は一番好きだね。ガスライターが好きなんだよ。カルティエめっちゃいいよ。うん、でもまあ今、リスナーさんが思ったこれすげえ大事にしてるね。もうどれくらい経つんだ？ 1 年くらい経つのかな？ジッポも可愛いよね。鮫島さんのクリスマス会を配信しますか？配信しなかったらアホでしょ。配信しなかったらアホでしょ。何しに行ったんだって話でしょ。マブダチかってなるよ、リスナーからしたら。お前らマブダチかっていう。プライドねえのかよっていうね、配信者として。金ちゃんの名前使ってきたことある？金ちゃんの名前使ってきたこと？ごめん、何を言ってるかわかんないわ。誰が？よくわかんない。うん、
俺、アスペっていう病気だから、アスペルガー症候群っていう病気だから、文章がしっかりしてないと、読み取れないんだよ。申し訳ない。何を言ってるか全然わかんねえわ。のんたも一緒に行くよ、今日。のんたも行く行く。わかん、まゆが言いたいことわかんねえな。どういうことなんだろう。クルーズから金ちゃんから嫌味入ってきた子であるけど、人の名前使う人いてるんかな。どういうことだろう。誰もわからなかったっていう。文章って難しいよな。文章苦手な人もいるからな。クルーズはニコ生のクルーズなのはわかるんだけど、多分ニコニコクルーズのことだと思う。シャカおいで。シャ。ツンデレだよな、シャカ。おいで。シャカ。なんでお前遊んで遊んでって言って外出たいだけなんでしょう。ねえ、遊んで遊んでっつってさ、外出しても遊、ねえ、おいで、シャカ。モニターの上に乗ってるだけじゃ面白くないでしょ。あ、多分ね、そうそう、会話好きだから。もう配信者にそっくりだよ。配信者っつうか俺にそっくり、シャカは。クルーズの人が金梅さんの名前使って嫌味来たってこと。うん、ニコ生クルーズ。嫌味来た。嫌味来た。あー、まゆが配信者で、クルーズから金梅って名前を使って、あ、そんなのいっぱいいるよ。そんなのいっぱいいるよ。偽物商用は。偽物いっぱいいるよ。ていうか、金梅さん、本垢でコメントしないと思うよ。クルーズ乗ってる時間なんかないと思うよ、金梅さんは。本人じゃないよ。有名配信者に偽物いっぱいいるから。シャカ？飛びなさいよ。おお、なんだよ、キーボードの上とお前ずっと往復してるだけじゃん、シャ。なんで怒るのよ。なんでキーボードを私のみたいになるのよ。シャカ。シャ。なんで怒ってんの今日。機嫌悪いの？痛いよ、なんだよ。もういいや、お前、今日、なんで怒ってんの？わあ、もうずっと怒ってるわ。釈迦ブチ切れなんだけど今日。見てこれ。痛いよ。なんで威嚇すんの？なんで威嚇すんの？釈迦。キーボード、いやもうすごい今日激怒なんだけどなんか。釈迦？何よ。何よもう。さ、もう。めっちゃ怒ってる。違うんだよ。なんか機嫌が悪いんだよ今日。痛いよ。なんだよ。めっちゃ怒ってるわ。激怒ですよ、釈迦さん。釈迦眺める枠にするから、じゃあ。釈迦先生、激怒。キーボード好きだよな、お前。つつかれるんだよね、すごい。なんでキーボード、もうパソコンが大好きなの。もうオタクなんだよ。さあ、ね。キーボードとさ、そう。キーボード大好きなの。お尻見せないの。女の子でしょ？そこ数じゃないから、シャカ。そこ数じゃないから。ダメよ。そこに住み着こうとしたらダメよ、シャカ。違う、違う。シャカ。シャカ？そこ数じゃないから。シャ？何やってんの？最近狭いところ好きなんだよな。やっぱ女の子だから卵を産むためにさ、メスは巣を作るんだよ。で、いつまで経ってもね、巣作りしないなとか狭いところ入らないなと思ってたけどね、最近やっぱ女の子だよね。そう、可愛いでしょ？そう。メスの習性で巣作りしたりとか、狭いところが大好きになる習性があるんだけど、この子はね、やっと3年目にして、やっとだね。あ、違うわ、もう4年経ったか。
もう4年目に入ったんだ、釈迦も。3歳が終わったところだ。ねえ、釈迦。そうだよ。釈迦冬に来たんだもん。ねえ、釈迦。ちょっと、カメラ目線にしなさいよ。そっちばっかり向いて。釈迦？釈迦？何やってんの？卵を産みたいの？ねえ。卵を産む場所を探してるでしょ。シャア。深夜蝶顔好き。イケメン。年食い？ああ、まあ深夜蝶はね、まあ、そうそう、巣としてふさわしいか今吟味してる感じだよね。ティッシュペーパーで遊ぼうか、シャア。ティッシュペーパー好きでしょ。ティッシュペーパー好きなんだよ。つがいはいないね。ピンだね。釈迦は。釈迦はピンだね。ん？お気に召さなかったの、そこは。ダメ。ダメだった、釈迦。つがいにしてあげたいんだけどね、オスとメスのね、見分けがね、すごい難しいんですよ。だからペットショップではオスかメスかって書いてないの、絶対。鳥は難しいんですよ、見分けが。飼ってみないとわかんない。飼って半年ぐらい経たないとわかんないの。そんなに好きなの、そこ。そこに住む？じゃあ、釈迦。闇将軍また帰ってくる。同じ四国として嫌だ。まあ、100% 帰ってくるね。100% 配信者に引退はないから。引退枠をやったやつは、ダメ。絶対戻ってくる。本当に引退するやつはそーっといなくなるから。今日元気だね、釈迦。今日元気だね。ちょっと灰皿洗ってくるわ。灰皿洗ってくるね。そう、みんなと、釈迦コメント拾って。釈迦なんで俺んとこ来んだよ。もうこいつこうなんだよ。今、灰皿洗いに行くって言ったじゃん。なんで嫌がらせをすんの？さっきまでキーボードで遊んでたじゃん、お前。で、俺が遊ぼうって言ったら向こう行ったじゃん。なんで？なんでツンデレなの？君は。俺、今、台所行きたいのよ、さ。じゃあ遊んでじゃないのよ。もう、本当にこの子こうなのよ。俺、もう、寂しがり屋なくせに遊ぼうとすると、その、何よってやんの。ちょ、お願い戻って、釈迦。釈迦。寂しいの？一緒に行く？台所一緒に行く？もう、本当にベタベタなんだよ。よし、いい子だ。主人の邪魔をっていうかね、ほんとツンデレ、ただの。寂しがり屋だけど、かまってもらおうとすると、何よ、みたいになるの。よいしょ。難しい子だもんね。大丈夫。
クリスマスって、あ、クリスマスは関係ないもんね。仏教徒だもんね、社会はね。ごめんね。仏教徒だったもんね、社は。釈迦って名前だもんね、なんだって。ちなみにバレンタインデーって仏様が生まれた日なんだよね。よいしょ。おいで、キーボード。キーボードからこっちおいで、こっち。しゃあ。キーボード倒しくないでしょ。ここおいで。こっちおいでよ、遊ぼうよ。しゃあ。ん？遊びたくないの？しゃあ。しゃか？あいつおかしい。さん付けとか。いや別に年下にさん付けんのは俺は別におかしいとは思わないけど。うん。別に、それは別におかしいとは思わないよ。俺はね。礼儀正しい人は、社会人だったらまあ普通、外で出会った人はさん付けするでしょ。俺も全然さん付けするよ。年下でも、リスナーさんには。悪いね、今日ね。どうしたの？じゃあ、で。キーボードがいいの？君にはゴラゴラ言うて、和道ちゃんには喧嘩売れないビビリ、うん、そうなんだよ。キーボードでコメント打とうとすると激おこになるから。そうっていうのも、子供の頃からもう俺がパソコンの前にいて、で釈迦遊ばせてたから自由に。要はなんでそのキーボードのことをライバルだと思ってんの？スマホとかキーボード、俺がこうやってタッチとかやってると必ず攻撃すんの、スマホ。こうやってパーってやってると、スマホに飛びかかってくるから。だから指が友達なのよ。これを、
この指を鳥に見立てて人格、ここに人格があると思ってんのよ。これが顔だって認識じゃなくて、これが鳥だと思ってるのよ、釈迦は。だから、その、なんつうの、私に構ってよって、そう、嫉妬するのよ。だからキーボードに構わないでっていう嫉妬なんだよね、もともとは。あとは、その足が引っかかるところ、フローリングみたいなところを取り嫌うの。そうじゃなくて、足とか爪が引っかかるところに止まる習性があるから、キーボードはデコボコしてるから止まりやすいんだろうね、多分。それが原因だと思う。カバン？これは、ここにあるカバン？こんな感じ。飛んでったね。ビビって飛んでいった。かわいいでしょ？本革製だね。こんな感じ。かわいいでしょ？カバン。あー、うんちしてる。うんちしてる。エンターキーにうんこ乗ってるわ。釈迦？釈迦カゴに戻すわ。配信しながらは無理だわ。釈迦？どこ行くの？あ、2ヶ月待ちますよ。うん、もう1個って何？カバンこれしかないよ。カバンこれだけ。もしかしてカズさん俺と同じの買った？カズさんもしかして俺と同じの買った？これにしてないよね。まさか同じの買った？これ。これにしたの？これ。そう、一点一点手作りだから。結構いろんなデザインあるけどね。ランドセルは買いません。また。あ、また言われた。ランドセルに見えるか？普通にかっこいいと思うんだけど、俺街でこれ持ってる人、このカラーでこのバッグ普通に持ってたらすげえかっこいいっすねって言うもん。どこで買ったんすかって聞いちゃうもん。ランドセル？ランドセルではないでしょ？全然。みんなランドセルって言うんだよな。パソコン入るよ。全然入る。A4 の書類も全然入るから。例えば。これが A4 のクリアファイルなんだよ。A4 のクリアファイル。A4 のクリアファイル入れてみる。これが、まあ中に、こんな感じ、うん。ちょうど入るぐらいかな。ちょうどぴったり入るぐらい。ぴったりんこですね。A4 のクリアファイルが。こんな感じかな。あ、ノートパソコンも入るよ。
うん、なんかその大正時代みたいなアイテムが大好きなんですよ僕は。大正とか昭和初期みたいな、でなんか大正時代になんかビジネスマンとかが使ってそうなバッグじゃないですか。なんとなくわかります？雰囲気。大正時代なんかそういうアイテムが欲しいなと思ってたんで、なんか武骨で変わらないデザインっていうか、モダンな感じのするものが好きなんで。14インチは入るかな、どうだろうね。まあ入るんじゃないかな、14ぐらいだったら。あ、無理かな、ギリギリ入らないかな。黒もあるよ、黒もある。黒か赤か迷ったけどやっぱ赤だなと。そうっすね、20年使えますからね、めっちゃ楽しみだよね。20年後多分深い赤になってるんだろうな、深い赤に。これちゃんと革も一点一点その職人さんがちゃんと染めてるから、あの裏側もちゃんと赤なんですよ、裏面も全体を赤く染めてるっていう。ただね、ちょっと使い勝手悪いんだよね、やっぱこのカバンの留めのクラッチのところが、うん。新しいフォロワーさん紹介します。サトシさんフォローありがとう。最新ノートパソコンだね。うん。まあ、レッツノート、うん。これが外配信用のレッツノートで、うん。これで配信やってるかな。うん、これで、うん。あ、ツイキャスも見ていただいてたんですね。ありがとうございます。これでやってますね。うん、ありがとう。あ、ワドいたって感じでフォローしてくれた感じですか。ワド発見みたいな。ふわっちメインにしました僕は。もう3ヶ月ぐらいかな、今月で3ヶ月目か。うん、3ヶ月目だね、10月からだから。うん、四国に住んでる人みんな四国の端ってみんな言うよね。すごいよね、四国代表みたいになってるからね。まあ、でも闇将軍って四国で一番有名な男性配信者じゃない？あー違うか、永井先生がいんのか四国には。永井先生っていう伝説がいるんだ、確か四国だったと思うな。まだいる？
他にいたっけ。七色もそうかな。七色も四国だったかな。おい、シムさんいらっしゃい。メリクリどうも、メリクリです。トイレ近いな。トイレ行ってくる。あ、そっか、丸亀も竹本もあれか、四国だ。そうだ。竹本絶望的に頭悪いよな。痛いおっさんだよね。あ、まあいい人はいい人だと思うよ。いいおっちゃんって感じだよね。枠見ても雑談できないから絶望的に面白くないんだよね。竹本全然嫌いじゃないよ、俺。だ、配信見てても面白くはないから。女性にはいい人。下心があるんじゃないの。全然悪いおっちゃんだとは思わないけど。配信が絶望的に面白くない。十歩分解しようかな。火消えた。車から降ろされてんだ。一回布変えようかな。もう綿変えるか。1年ぐらい使ってるから、そろそろ改良するわ。ジッポ、ジッポ使ったことない中身。じゃあやるか。まあこんな感じですかね、ジッポは。今綿、中の綿を取ってるんだけど、すごいシンプルな作りなんだけど、頑丈で
あの、どんなに強風でも火がつくっていう感じだね。動画映らん。あー、携帯で見てるんだったら、あの、画質の設定をリスナーさんの方で下げないと無理かもしんないですね。僕の放送はあの、高画質配信なんで、かなりの。で、この中に、こう、なんつうんだろうな、パーツがね、すごいシンプルなんだよ、ジッポって。こんな感じ。それか、もう一回入り直した方がいいかもしんないです。何回もログイン、もう一回俺の放送を開き直した方がいいかもしんない。綿がいっぱい詰まってて、綿に、この綿が、そのオイルを染み込ませる綿なんだけど、そこに紐がついてるんだよね、中に。出てこねえな。そうそう。いや、もう綿がないと、だって、ガスライターじゃないから、その、染み込まないでしょ。あれが、オイルが。出てこねえな。ニコ生の歌詞。あれアホすぎるよね。あれはアホすぎるよ。いくらなんでも。出てこねえな、また。詰まってんな。どうしようかな。綿が出せねえな。あれも愛媛なんだ。あれ。ああ。あ、出てきた。こういう風な感じで綿がいっぱい詰まってるのと、ピンセットがなかったね。映った。あ、了解です。で、あとは、ここに、その、なんて言えばいいんだろうな。この、ここにね、糸がくっついてるんだ。これ。これが、その、この紐が、この、ちょこんとこっから出てて、要は、この紐が、なんつうの、奥まで行ってて、この面にこう、染み込んで、こう、ずっと吸い上げてるっていうのが。これがね、黒く焦げてるんですよ。先っぽが。で、短くなってるんで、これを入れ替えます、今から。これはね、針金が中に入ってる。針金と面ですね。で、できた糸。まあ、ぶっちゃけた話、こういう、な、火打ち石とかも入ってて、これが火打ち石なんだけど、こういうのがいっぱいある感じですかね。細かいパーツが。火打ち石、綿、って感じ。大丈夫だよ、全然。すごいシンプルでおもちゃみたいになってる感じ。入れ替え、いや、オイルはね、1ヶ月に1回ぐらいで、ヘビーにタバコ吸っても持つから、あ、まあ、使い方によるけど、そのオイルっていうのは、うん、どれくらいだろうな。1ヶ月に1回ぐらいかな。3週間に1回とか、まあ、人によると思うんだけど、それくらいのペースで。で、この、さっきの麺、芯の部分は、1年ぶりに入れ替えですね。100円ぐらいだよ、でも、さっきの麺は。だから、ここまで分解する必要はあんまりない。火打ち石とオイルは結構、まあ、使う分だけって感じかな。使う分だけやるって感じ。よいしょ。で、今からやるのが、火打ち石はこういう感じで売ってますね。これが、中に火打ち石が入ってるんだけど、これが火打ち石。で、今からこのジッポの中にこれが、あの、紐が入ってるんで、これを使います。ももさんいらっしゃい。あ、酒飲んでんのか？だからコメントがわけわかんねえのか。まあ、こういう感じで紐が入ってます。で、まず、この紐を、
この中に入れます。こっち側からやった方がいいかな。入らねえな。入った入った。こういう感じね。こういう感じ。今入ってる感じ。で、こうやって通すと、中に紐を。で、この先っぽがでかくなればでかくなるほど火がでかくなるんですよ。この尖ってる部分。だからそれを調整し、微調整してあげて、ちょうどいい長さにしてあげます、これを。これが出っ張れば出っ張るほど火がでかくなると。あ、これくらいかな。で、全体に染み込むように、こう一周させて中に詰め込むと。あ、ちょっと失敗したな。この曲と合ってる。これを中に閉じ込めてあげます。ぐにゃんと。閉じ込めます。まあ、こんな感じでいいでしょう。こういう感じで中にぐにゃっと閉じ込めて。で、この中に綿詰めるだけだよ。シンプルでしょ。さっきの綿を閉じ込めるだけです。綿がうまく閉じ込めらんねえな。無理やり引っぺかしてたんな。どうしよう。詰め込む。詰め込むのやっぱハサミか。ハサミでやろうか。こういう感じで詰め込んでいくと。綿がいっぱいあるので、綿も多分別売りで売ってると思うけど、まあ隙間にこう埋め込んでいくと。綿棒、そうだね、綿棒いいかもね。とにかくぎゅうぎゅうに詰め込むんですよ。この綿を。とにかくぎゅうぎゅうに詰め込むと。ここがポイントですね。四の五の言わず詰め込めと。できる限りぎゅうぎゅうに詰め込むと。でも、じっぽってなくすんだよな、すぐな。飲み屋とかで。酔っ払ってるとすぐなくしちゃうんだよ。で、こうやって詰め込むでしょ？綿を。OK、ここまで。そしたら、ここに蓋があるんですよ。ちょっとこの綿みたいに柔らかい素材じゃなくて、この蓋をつけてあげるの。そうするとこうやって収まるから。収まったでしょ？これはフェルトになってて、結構厚めのフェルトになってて、オイルが漏れないようになってます。で、今度こっち側の穴に火打ち石を入れてあげます。火打ち石を入れる。で、この火打ち石を常に上に押し上げるバネを入れます。で、これで、要はネジになってて、ここを止めると、こうネジ止めると、綿と火打ち石と全部一式になってる。これがジッポー内蔵部です。これはさ、もうカバーだから、ぶっちゃけ。これにこれを入れたら、オイルの完成。で、オイルの補充の仕方は、まあだからこういう状態がジッポーだよね。うん。これの、これをこうやってやると、ああ。こうやってやると、この状態。ここにオイルを入れるんだけど。じゃあオイル今から入れますね。よいしょ。これでだいたい1000円ぐらいかな。まだ1年使ってるけど、まだ減らない。まだ少しだけこんくらい残ってるから。100円ライター10個買うよりも安い上がりですよね。ここ。で、ここ、さっきのフェルトの部分に穴が開いてるんだけど、まあ、このジッポの蓋をこうひっくり返しておきます。なんでかっていうと、息がポタポタ漏れてくるんですよ。
だからこうやってここにぶっ刺すと。で、ビューって注入すると。ビューって。で、さっきの麺にオイルを染み込ませるんですよ。だからマッチオイル事件はこのオイルが漏れた状態で火をつけたんだよ。床とかに飛び散った状態で、火つけちゃって大炎上したの。だからオイルを使ったことなかったんだろうね。これ手にオイルとかついたり、この辺にビチャって飛んでると引火しちゃうから。OK。で、今、こうやってやるとポタポタポタって落ちてるんですよ。これをひっくり返すと。OK。で、火をつけると。そうすると、ジッポです。で、まあ、オイル入れ替えたときは、こう、周りに、その、ついてるんで、こうやってやって、その、周りのオイル飛ばしてあげて、火を、うん。で、あとは蓋をすると。これで終わり。うん、これがジッポ。すぐに火がつくっていう。あつつ、うん。指にオイルがついてる。うん。火の出もちょうどいいでしょ。シンプルで可愛いですよ。で、俺はタバコのカバー、革のケース使ってて、うん、これはいいのが、まあ、ちょうどタバコが入るサイズになってるんですよ。タバコが一箱入るっていう。で、これホルダーにこうやって腰につけたりとかできるんだけど、これをここにジッポが入るようになってるから、これなくさないっていう。いいでしょ？うん、ほら。うん。こういう感じ。腰に常につけといて、タバコをこうやって一本取って、そのまま火をつけると。あつ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 あ、危ない。危ない危ない危ない。うん。っていうね、配信者としてやっぱサービスもね、配信者としてファンサービスも仕上げないとね。そうそうそう。演出だよ、今のは。あつ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 い！これいいでしょ？タバコケース。フォルタ？フォルダ？ケースさんっていうものかな。キースさんかな。フォルダーってなんだろう、これ？これっすか、うん、こっちだよね、多分。これのことだよね。革製品が好きなんですよ。これも本革で、ここのベルトホルダー、ここベルトにこう糸通してこう引っ掛けられるっていうやつで、この辺とかにこうビシってやってる。で、本革の製品が好きですね。革は、物持ちがいいんで。あ、キースさんね。キースさんありがとうございます。英語が弱くて。すいません。だから例えばこの革のさ、ここがあるでしょ。ここにフックがついてるんだけど、ここに例えばこれを通しておいて、ちょっと穴が入らなかったですね。ここにこうやってつけようかと思ったんだけど、それでも可愛いよね。サイズが合わない、ちょっとサイズ合わないから入らないけど、入るかな、無理だな。ジッポよりも俺ガスライターが好きですけどね。さっきも言ったけど、まあ火つきやすくオイル入れたらこういう技、あれできないな、こういう技とかもできるし、
さっき言ったこうやって持ってこうやってやってくるって回すこうやってつける、いろんなつけ方があるんですよ。うん、あれあダメだ、オイルが染み出てる。オイル入れたばっかだと染み出てきちゃうからダメだ、あんまりやんない方がいい。ジッパー危なくないよ。ていうかね、火の扱い方を覚えてない方がよっぽど危ない。だからほら、昔の日本人ってナイフと十徳ナイフとあとライターとか常に持ってたから、火遊びとかも変な遊び方しなかったもん、ガキども。そうじゃなくて、火事が起こったりとか指切ったりするのってナイフの扱いに慣れてないとか火の扱いに慣れてないからなんだよ。絶対それあると思うよ。普段使ってる人だったら、ほら、あの、マッチライター事件もそうだ。オイルの入れすぎ、そうなんですよね。ついつい多めに入れちゃうんですよね。で、僕は刻印入れてますね。刻印を。ちょっと見せらんないんだけど、和道って名前を入れて、ここに、ちょっとパスワードとか書いてます。重要機密事項、ここに書いてあります、僕は。あの人配信しなくなった。あの人って誰？ガスライターはジッポとは全然作りが違くて、大きく分けるとオイルライターとガスライターっていう2種類あるんですよ。で、オイルライターで一番有名なのはジッポなの。簡単に言うと、中に綿が入って綿が入ってて、綿に水分を染み込ませる、オイルを染み込ませて、要は火打ち石を打ってつけるっていうのが、要はオイルライターの原理の。で、ジッポは一番シンプルで完成形って言われてるのね。でも、その形とかデザインとか全然違う。その火打ち石の付け方が違う構造とかもあって、例えばこう、パカって開けた瞬間に火がつく構造とかもあるの。凝ってるやつだと。でも、ジッポライターがなんで売れたかっていうと、シンプルかつメンテナンスしやすくて、もう完成された形って言われてるから、それで軍隊に採用されて、その世界シェアを取ったっていうのが背景にあるの。で、ガスライターは構造が違くて、綿は入ってないんですよ。密閉された、その、鉄の塊みたいな、中にタンクがあって。で、ガスって液体なんだけど、プシューって入れると、プシューってやると、中に液体が溜まるようになってんの。その鉄のタンクの中に。で、その、蓋を開けると、その気化して、その、ボーってガスが出てる状態になるの。で、ジュッてつけるっていうタイプが、そのガスライタータイプ。だからね、100円でジュッてやるやつが、液体が中に入ってる100円ライター、一般的なやつがオイルライターで、ターボライターがガスライターに近いかもしれないな。構造的に言うと。ターボライターは確かガスだから、あれ。で、ガスライターっていうのは、その、ガスを噴射してつけるから風に弱いんですよ。簡単に言うと。じゃん。風が吹いたらガス、気体だから飛んでっちゃうから。でも、ジッポの場合っていうのは、麺に水分が染み込んでゆっくり気化して、要はその、芯を燃やしてるから、風に強いんですよ。そう。ガスライターは、プシューってやるだけだからメンテが必要ないっていう楽さがあるの。ただ風に圧倒的に弱いの。でも、オイルライターの場合は、もう、台風の日でも火つく。ぶっちゃけた話。ここだけの話。ここ、以外では聞けない話だけど。すごい機密事項を話したというのね。あの人、ティッシュで拭いたやつだけ、ゴミ箱に捨てたら燃えてたしな。いや、それじゃ燃えない。それじゃ燃えない。要は、火がついてる状態のティッシュを投げちゃったの、あの人は。
そんな簡単に燃えない。ガスライターの方が楽っちゃ楽よ。だから有名なデュポンっていうライターはガスライターだね。デュポンライターはガスライター。ただガスライターは重たい感じかな。要はその綿とかじゃなくて鉄のガスが漏れないようなすごい重厚な作りだから、ジッポとか軽いんですよ。軽っ軽なの、うん、で音も軽いのよ。蓋とかも鉄が薄いから軽いでしょ。キーンって音なんないでしょ、うん、手軽さを取るか風に強いのを取るか。てかね、値段はねガスライターの方が高いです。ジッポライターの方が安い、うん、で作りが全然違うねやっぱり。でもねライターはね自分の持っとくといいと思うよ。100円ライターすぐなくなるからやっぱり、うん、ジッポとか高いやつだとなくさないじゃん。高いからそれでもなくすんだけどね。ジッポはだいたいそうだな2000円からピンキリだけど、本当に高いやつは5万とかあるけど、ジッポライターはだいたい2000円から5000円ぐらいで買える。で、これだったら多分 Amazon でね、2800円ぐらいかな。うん。2800円ぐらい。うん、愛着、そうだね、使い込む。これギラッギラに輝いてたんだけど、もうくすんできたね、やっぱり。ピッカピカだったのよ。だけどもう、錆びて、なんつうんだろう、ちょっと古びた感じって、もうアンティークな真鍮製みたいな感じになってきて、磨けばめっちゃ光るけどね、ピッカピカになるけど、うん、あとまあ刻印とかもできるし、うん、ジッポライター危ない。普通のライターも別に危ないと思うけど、それを言うんだったら確かにジッポの方が事故は起こりやすいか。オイル自分で入れるから、うん、あとよく言われてるのはそのオイルの香りがいいっていうよね。俺はあんま好きじゃないんだけど、マッチの香りが好きなんだけど、うん、このタバコ吸うときにオイル独特、ジッポ独特の香りがあるから、うん、あとは俺がなんでジッポ使ってるかっていうと、ジッポって一回火つけてこのまんまにしたら火が燃え続けるんですよ。だから映画のワンシーンとかでよく使われてるのが、こうガソリンをばらまいた後にジュポってつけて、このライターを投げてボーンって爆発させるシーンとかよくあるじゃん。あれ100円ライターじゃできないよね。そのガソリンをばらまいてジッポを投げるとブワーって火が広がっててドーンっていうシーン、あれはその、まあ、つけたら火が出っ放しになるっていう、蓋を閉めない限り火が出続けるっていう構造でできる演出だよね。俺もいつか、うん、やっぱテロリストとかに狙われてテロリストの組織を壊滅させるときにこいつが活躍する可能性がある。ジュポンポントーン。ハリウッドバリのね、やっぱスケールでいきたいですよね。女性は普通のライターがいいね。男性はジッポライター持ってる方。女性の場合は俺は細長いガスライター可愛いと思うけど、ジバンシーっていうメーカーのを使ってた。5000円ぐらいで売ってるんだけど、ジバンシー香水とかも出してるから有名だと思うけど、まあ、バッグとかいろいろ出してるから。ジバンシーのライター安くて可愛いですよ。俺が前使ってたのはこれですね。これ女性にもおすすめ、うん、ジバンシーのこのライターを使ってた。これは爪が長い人向けに横にシュッて回すんですよ。ここを横にシュッてスライドさせると、女の人爪長いからさ、こうできないじゃん。だからこう横に回転させると火がつくっていうタイプだね。これガスライターで、確か5000円ぐらいかな。これ愛用してましたね。これ可愛くていいですよ。ジバンシー。女性にはおすすめ。いろんなデザインあるよ。細長いタイプが主流だけど。俺はこの定番タイプが結構可愛くて好きだったけどな。ジバンシーのライター。うん、
これはガスライターですね。そのタイプのオロビアンコのライター、オロビアンコって言うんだ。ちょっと検索してみますね。ライターは結構いろいろあって面白いですよね。オロビアンコのライター、あ、かわいい、かわいいですね。オロビアンコかわいいですね。うん、いいじゃん、すごいかわいいね。あ、いい、いいね、デザインがすごい。まあだからガスライターもこれあれだね、ちょっと見せる演出だね。多分これだと思うね。オロビアンコの横タイプって言ってたから。でもこのライターかわいいね。これはオイルタイプだけど、オロビアンコか。うん、いろんなかわいいライターいっぱいありますね。うん、でおしゃれだね、こんなん使ってたら。あとね、ロンソンっていうメーカーも老舗ですね、ライターは。ロンソン。ロンソン。ロンソン。オロビアンコでイタリアのブランコ。あ、そうなんだ。ロンソンのライターも結構老舗で、結構形が特徴的なんだけど、まあ、そんな高くないですよ。ロンソン好きな人好きだよね。ロンソン。ちょっと機械チックなんだよね。内臓がむき出しになってる感じ。こういう感じで。うん、閉じなきゃ無理ってなんだろう。これはおすすめですね。うん、友達はロンソンのライターずっと使ってた。ロンソンのこれ、このタイプ使ってたかな、友達は。うん、いいっすよね。かわいいっすよね、ロンソン。結構ライター屋さんとかもあるから、見に行くと面白いかもしれない。タバコ吸わない人だもんね。女性だから縦長。あ、だったらジバンシーがおすすめ。で、俺がライターいろいろデュポンとかも使ってきたけど、一番いいのがカルティエ。高級感がやばい。まあ高いけどね。俺がずっと使ってたのはカルティエのライターで、これを使ってましたね。超かっこいい。キンっていい音がする。あのね、あの、有名なのはさ、あの、デュポンが有名だけど、あれは反響板って言って、音を良くするためだけの装置がついてて、要は楽器みたいになってるの。反響板が中に入って、キーンって音がずっと響くんだけど、いやらしいんだよ、あれ。キャバクラとかでさ、お店とかでキーンとかずっと鳴ってるとダサいじゃん。だから、よく、なんか金持ちの、金持ってるアピールとか言われてたの。音による妨害とか言われてたんだけど。だけど、そのカルティエはその反響板をあえて入れなくて、重たい音がすんの。キンって、一瞬だけキンって音がすんの。すごい。しかもね、カルティエってライターあるんだ、みたいな。俺が使ったのはこれだ。これこれ。そう。嫌味じゃなくて、すごい重厚感もあるし、重たいし、かっこいいですよ、やっぱり。これが一番おすすめ。なんか、成功したらまた持ちたいなと思ってる。結構いろいろあって。カルティエはもう形はほとんど一緒なんだけど、タイプが、デザインがいろいろあって、うん。これとかかっこいいよね、うん。王様かっていう。ドバイの富豪かよっていうね、デザイン。こういう。アラブかよみたいな。うん。かっこいいよね。カルティエはやっぱいいっすよ。うん、ほんとギラギラしたのからシンプルなのまでいろいろあって。ほんと、多分今のライター100万ぐらいするようなやつだけど、これね。なんかドバイの富豪が持ってそうなね。多分純金製とかだと思うけど。まあ、これはさすがに手が出ないけど。まあ、小金ね、掴んできたらこういうシンプルでかっこいいカルティエのライターまた持ちたいな。カルティエは意外とライターいいんですよ。うん、もう、あれだよね。金持ちの自慢の道具だよね。俺はこれが好きだった。やっぱシルバーで。で、あのガス入れる、これがコインで開くタイプなんだけど、すごいシンプルで可愛いんだよね。で、ここをネジ回すと、ここをネジを回すと、ガスの火の調整ができるっていう。ライターつけるの上手い人がやっぱり、いや、まあ、火なんか誰でもつけられるでしょ。おすすめはカルティエです。で、女性だとジバンシーがいいかな。ジバンシーがいい。
あ、ガスライターね、分解した画像出てきたわ。ガスライターはこんな感じだから複雑なんだよ。だから重たいの。金属の塊でしょ。これがガスタンクなんだけど、あのもうね、素人で分解できないんですよ。もう業者に出さないと無理っていうレベルだから、壊れたら。だからメンテナンスが楽なのはジッポ、うん、シンプルでメンテナンスしやすい。ここまで来るとね、もうバラすと壊れるから、素人がやると、うん、難しいね。一個あのデュポンバラバラにしてダメにしちゃったからね俺。あとまあガスライターはその音、香水は僕はパイが好きですかね。そんなに好き、あのあんまりなんだあれこれ嗅いでないけど、パイっていうのが好きですね、ジバンシーの。あれは女の人の香水なのかな、ジバンシーのパイって。ジバンシーのパイって結構定番だよね。僕が使ってるのを、使ってたか、昔使ってたのはこれですね、ジバンシーのパイっていうやつ。ボトルも可愛いし匂いもいいんだよね。多分女の人向けに作られてる香水だと思うけど、男っぽい香水あんま好きじゃないんだよね。充電あんのかな。充電してたっけなこれ。ちょっと充電しといた方がいいかな。いいね、男にウルトラマリン使われると惚れる。少し充電した方がいいな。ニコ生もうやんないかな。うん。ニコ生はやる気ない。全然。ま、あやる気ないっていうか、まあ、たまには帰ってもいいかなぐらいには考えてるけど。そう、メインのサイトにしようっていうのないな。あんまり。お、ヒロさんはコツ、いらっしゃい。メリークリスマス。どうも。正直そんなにニコ生に今魅力は感じてないね。たまにはやってもいいかなぐらいかな、正直。アンチが多いっていうか、まあそういう文化なサイトだと思ってるから、あのほら俺雑談でトークがメインじゃん。だから喋りをやりたいのに喋りができないから、やりづらいから、スルースキル持ってる人だったらニコ生いいかもしんないけど、一回一回ね、なんかちゃちゃ入れられると頭にくるんだよね。だからまあ多分やらないだろうね、多分。
ぶっちゃけの話な、こっちの方が人集まってるからな。あえてやる必要はないよね、ニコ生を。とは思うけど。ニコ生で大手になれば金くれんのかな。金のために配信やるっていうのはあんまりおすすめしないかな、俺は。ぶっちゃけた話すると。あんまり、その、配信で、その稼ぐっていうの難しいのよくわかってるから、大手になれば、稼げるけど、その、5000人コミュ作れる人の確率とかって知ってる？その配信者何人に1人が5000人コミュ作れるかとか、割合とか統計で俺かなり研究したんだけど、相当厳しいよ。何人だったっけな？ちょっと待って。悪いことになるとかなるみたいな。いや、そういうわけじゃないけど、大変。その、大手になるって大変よ。ほんの一握りの人間しかなれないから、5000人コミュができる確率が、5000人コミュで、500人に1人。だから、バーって500人並んで、一等賞取れるぐらいの実力がないと、まず5000人コミュもいかないんだよ。で、5000人コミュって、大手っていう認識じゃないじゃん、普通の人は。でしょ？5000人コミュ 0.2% だから、そうだね。だから相当厳しいね、やっぱり。才能と実力がないと、才能と実力と努力を全部兼ね備えてないと無理だろうね。大変よ。だからあんまり、配信で稼ぐって考えてるぐらいだったらバイトやった方がいいよって俺はよく言う。絶対その方が金貯まる。配信で稼げる人間ってほんの一握りだから、おすすめはしないっすね。シート、何の話？
まあニコ生はもうダメだろうな、正直今一番ダメなサイトはニコ生だろうな。キャス、フワッチ、ニコ生の順番じゃない？トップ3は、配信者の絶対数がだってほとんどいないもん。逆を言ったら今ニコ生やってればそこ結構人は来るかもしんないよね。ニコ生自体に人がいないかな。でもな、まあ今ニコ生やってるやつはセンスないやつだと俺は思ってる。まあぶっ飛んだ大手以外はね、キャスはまあ若い人ばっかりよね。そういうサイトだからね。もともとほらあのスマホ勢に向けてやってるから、スマホ向けだからね。あ、いえいえ、おージュピター、あジュピターさん、クリスマスツリーありがとうございます。ありがとうございます。うわー嬉しいわ、ジュピターさんありがとう。すごいね。じゃあ30回行かせていただきます。あざーす。よいしょ、行きます。1回、2回、あーきつい、3回、4回、ちょっと待ってやり直すわ。1回から体勢が悪い。ジュピターさんありがとうございます。1回、2回、3回、ああ聞いてる、4回、きつ、5回、ああ6回、7回、8回、左いけるかな、9回、10回、11回、おはよう、12回、聞いてる、13回、14回、15回、16回、17回、18回、そんな重くないよ、19回、20回、
あ、サトシさんどうも。21。いや、無理しないと筋トレになんないから。くぅ、22回。23回。24 25。ああ、もうダメだ。26 27。あかんねえ。上がんねえ、マジで。27だよね。マジで上がんねえぞ、これ。28。29。右はいけんだよな。いけっかな。30。ありがとうございます。ありがとうございます。釣り、いやきついわ。多分左の腕はもう今日筋肉痛バッキバキだろうね。そうなんだよね、徐々にきつくなってくんだよね。いや、そんなない、そんなに重さない。何キロぐらいだろうな。よいしょ。2.5 だから、重りの部分で5キロ、重りの部分で5キロだから、どれくらいだろうな。この棒っていくら重さ、どれくらいあるんだろう。 0.5 かな。1キロありそうだけどな。これで2.5。 あ、 0.5？ 1 キロあるかな。どれくらいあるんだろう。1.25 ぐらい。シャフト1キロあるか。1キロあるかな。いや、そんなでもないよ。軽いよ。どれくらいなんだろう、これ。これ軽い。下手したらこれ 0.5 だよ。1キロあるかな？すごい軽いよ。メーカーは、メーカーどこなんだろう。ドンキホーテで買ったから、わかんねえな。メーカー書いてないっすね。どっか書いてあるかな。ドンキホーテで買ったとしか覚えてないな。多分 0.5 だと思う。1キロじゃないと思う、これ。多分 0.5 だから。いや、1キロあるか。1キロあるな。1キロあるから6キロだね。6キロ。6キロだから、筋トレちゃんとやってる人からしたら笑わせんなってレベルだよ。ドンキから持ち帰るとき大変だったよ。地獄だったよ、本当に。歩いたけど。後半泣きじゃくったもん。まだ重り追加できるもん。片方であと4つ追加できるから、ほら、こんだけあるから。あ、1キロぐらいあるな。これ、この小さい方が 1.25 ですね。これが 1.25、 これが4つ。要は片方にこうつけられるって感じですね。だからマックスどれくらいなんだろう。2.5 だから、2.5、5キロ、
5キロだから11キロかな。いやそれつけたらダメダメ、あのだって今ですらこんな限界なんだから配信にならないよ。だから徐々に増やしていって、これを1ヶ月ぐらいやったら多分スクワットだって1800回やったから先月だから、これ多分ダンベルでも1800回ぐらいやることになると思うから、そしたら多分次の月楽になると思うよ。次の月重くしようかっつって、そろそろ、うん、俺は人のこと殴るの嫌いだから殴らないかな。肩とかもいいかもしれないですね、こういうの。寝てやんないといけないのか、うん、でも別に筋トレをするのが目的じゃないから、うん、ありがとうございます。釣りムキムキになります。いやだからみんな勘違いしてるけど筋トレ配信者じゃないからあくまで俺が辛い顔をするのがみんなが喜ぶと思ってるからやってるだけだもん。上に上げるやつってこういうやつですか、こういうやつ、うん、肩こりは最近ないかな、ストレッチやってるから。のんちゃん後ろに寝てるねあそろそろ起こさないとな、うん、そろそろ起こすか、うん、のんちゃんそろそろ起きて準備して。はい。サメ島さんの家向かいます。パワーはないんですよ。あ、パワー、うん、まあ、母親も父親も体育会系だから、その身体能力っていうかパワー自体はあるのかもしれないけど、俺、子供3歳ぐらいの時ずっと入退院繰り返してて、小児喘息で。だから、あの、運動神経俺だけないんだよね。妹とかソフトボール投げ、選手じゃないのに、ソフトボール投げ42メートルぐらいやって県大会記録とか出してて、弟もバスケ部主将だったから、弟も遺伝子的にはね、その、多分身体能力高いはずなんだけど、俺は、子供の頃が運動自体が嫌いだったんだよ。こんな体でも意外と病弱なんだよ。うん、図体はでかいのに。野口さんいらっしゃい。パンツってバンにならない？パン、下半身パンツってバンにならない？バン。短パン持ってないかんな。クリスマスパーティーですね。ならない？パンツ一丁。ならないかな？え？この間って何？海入る。あ、海の時パンツ一緒になってるか。あ、ありがとうございます、春彦さん。ありがとう。この前パンツ一緒になってたもんね。見せようか、じゃあ。太ももどれくらい鍛えたか。太ももだけ異常に太いから。先月1800回やった太もも見せてやるよ。引きでやろうか、一応。っていうかもうこれでわかると思うんだよな、太ももの太さが。これでジーパン越しに多分伝わると思うんだけど、太もものこのむっちり感っていうか、こうバッチバチの安彦、すいません安彦さん、このビルドアップされた太ももすごいでしょ、バッキバキでしょ。いや、むっちりに見えない。腕の太さと比べてごらんよ。腹こんなんだよ。腹とアンバランスでしょ。なんも。すっげえむっちりしたよ。
だ脂肪ないもん。飛脚の足みたいでしょ。前結構筋肉だと思う。結構太いと思うけど。足だけ発達したかも。スクワットしかやんなかったからね。スクワットだけやってるから腹とか腕とかとアンバランス。配信って伝わりづらいんだよね。相当だよ、結構。生で見ると。太ももだけ発達してる感じ。だから腕も多分ね、2、3ヶ月、その花火のペースでやったら多分、これくらいでかくなると思うよ、バッと。もう見た感じ、うわ、すげえ腕、鍛えてんのみたいな腕になると思う。腕細いでしょ。もやしみたいでしょ。ケトルベルっていう重り？ケトルベル？なんか、だから、さっきから言ってるけど、俺、鍛える系、マッスル系配信者じゃないからね。あ、そう。罰ゲームとして、罰ゲームとしてやって、俺が辛いことをやるっていうコンセプトなのよ。筋肉を鍛えるための配信じゃないから。だから何でもいいのよ。みんなが俺が、こう、罰を受けて、ワドが辛そうな顔を見せるっていうのがコンセプトなのに、なんか、ワド、ちょっと、カウントの仕方違うよ。重り何キロみたいな。フォームがなってないよ。みたいなさ、違うから、みたいな。違うからっていう。コンセプトが違うからっていう。そのマッスルたち集められても困る。ガチ勢よ。ね。いや、だからお腹だけボーンってなって、太ももムキムキ、腕ムキムキっていう、わけのわかんない体になろうかなっていう。あ、ドレさんって鍛えてんだ。俺は鍛えてる系配信者じゃないよ。ただの罰ゲームだよ。副産物として足が鍛えられただけだから。だから1万回の聖剣好きやったのと同じノリだから。ただの罰ゲーム。またやりたいね。風船10個で聖剣好き1回配信やる？また。あ、格闘家なんだ、ドレさんって。今度やろうか、また。風船10個で聖剣好き1回配信。いや、金牌さんと俺繋がってないから。今度やろう。でも別に今日やってもいいけど。今日やるか。聖剣好き1万回ね、何時間かかったかな？ 12 時間ぐらいやってたんだよな。マジできついよ。え、元傭兵なの？え、どれ深夜食堂さんで、そんな経歴なの？うわ、めっちゃ興味あるわ。絡んでみてえわ。あ、そうなんだ、どれさんって。元傭兵って知り合いにいないよね。すごいよね。なかなか聞かない経歴だよね。職業何ですかみたいな、女性の部屋は俺ダメだね。結構引くね、リアルに。彼女にプレゼントだけだ。それがさ、彼女と俺が風邪ひいちゃって、あ、クリスマスイブずっと寝てた。さっき夜中にな、1時間ぐらい前、2時間ぐらい前にスーパーに行って、ごめんねって言ってケーキだけ買ってきて、今日多分服を買いに、プレゼント買いに行くと思う。なんか服がいいか何がいいかいろいろ聞いて、で服がいいって言ったから、じゃあ服買いに行こうって。そう、俺の映しちゃったの、彼女に。鮫島さんのさ、駅どこかわかる人いる？鮫島さん、この前駅名なんて言ってたっけ？
忘れちゃったな。誰か鮫島さんが住んでる駅知ってる人いる？なんて言ってたっけ？誰かわかんない？何駅っつったっけな。一回行ったんだけど忘れちゃったな。なんだっけ鮫島さんの駅。今電話しても起きてねえよな。鮫島さんって誰？いや電話してみっか。電話してみるわ。ニコ生つながりだね。はい、森です。あ、いや、サメジムさん、お疲れ様、島津です。あ、はいはい、島津じゃねえや、和道です。森ですとか言うから、島津ですって。いや、寝起きなんで。ちょっと恥ずかしいです。あ、すいません、今日7時っすよね。7時半。7時半っすか？あれ、なんか駅名忘れちゃって。下飯田。下飯田っすね。あの、うん、僕、彼女と車で行くんで。あ、車で来んの？はい。あれ、どうします？下飯田の方向かった方がいいっすか？ね、住所をそしたら送るよ。カーナビある？あ、あります、あります。じゃあ、LINE で、はい。住所を入力しとくよ、今。あ、了解です。そこに何時にすればいいですか？あ、何時でもいいぞ、車なら。何時でも大丈夫っすよ。大丈夫、大丈夫。じゃあ、8時ぐらい。わかった、わかった。あ、了解でーす。はい、失礼します。失礼します。森です。はい、森ですって言うから、はい、島津ですって言っちゃったよね。なんか恥ずかしいよね、これ。聞こえてた？今。聞こえてた？みんなに。サメ島さん、はい、森です。森って言うんだ。俺、サメ島って本名だと思ってさ、笑うよね。いい人っぽいじゃん。全然いい人だよ。だから、配信のキャラクターと、誤解しない方がいいよ。全然いい人。のんたん何かいた？森一馬っていうの。あれ ?LINE がぶっ壊れた。全然いい人だよ。今日会うから見てみれば。これからの配信。あのね、たった一面を見ただけで嫌いっていうのはね、やっぱ良くない。損しちゃうよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。